打率2割7分、22本塁打、62打点、OPS8 割3厘、将来はタイトル取るやろな。完全に超一流選手になる推移だったのに、栗原に何もかも奪われたな。ベースの吉村みたいにこういうやつは定期的におる。山田とか浅村とか鈴木誠也になれるような感じだったのにな。フリースインガーやけど、そういうタイプでも高卒で早い段階からこれだけ打ってれば普通はそのまま体勢するんやけどな。ミートうまいしスイングもコンパクトだからエマボロは3割余裕だと思ってたけどな、わからんもんやで。打ち方が独特だよな。コツンと当ててライナー打ってるイメージ。新人王を取った楽天の田中もフリースインガーなんだよな。こういうタイプは安定しにくいのかね。首折れた状態で1ヶ月試合出てたのほんまクソ。最初に骨折してないって診断した病院潰れてほしい。骨折したのはしゃあないけど、なぜか何日も様子見してから病院受診したんよな。剥離骨折は場合によっては早く手術しないと一生違和感残るのに。2019年に主要な外野手が怪我で全滅して、上林自身が怪我をして出続けとったのがあかんかったな。シーズン3塁打記録歴代4位やぞ。上林と栗原の成績がほぼ同じという事実、ほんま悲しい。外野守備は栗原より上手いから育成成功してたら栗原より上やった。21、22歳のペース以降下降線をたどるなんてなかなか想像つかんわな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。